Hey guys! 今日は七瀬アリーサじゃなくて我々がご紹介しようと思います。学校では教えてくれない、教科書に載ってない英語フレーズ Start! 今日は会話でストレートに言ってほしいときに使えるよ。 Out with it! Tell it to me like a man! Give it to me straight! Stop speaking in circles! Put your cards on the table! はい、ということで今日のフレーズ気に入ってくれたかな？気に入ってくれたらグッドボタンと登録お願いします。これね、声のトーンも変わるのかどうかわかんないんだけど、私ちょっと変えて我々はみたいな感じで喋ってたんだけど、声も変わるんですかね。なんかちょっと変わって聞こえるような気がしなくもないというね。ぜひこの動画がいいと思った方はグッドボタンよろしくお願いします。